上辺の方とかね、先手を取ることができましたから、これ3つは取られてしまいましたが、まあなんとなく、あ、で、下駄じゃなくてそちらですね。なるほど。で、これは桂馬ぐらい効きますか？はい、まあそうですね、とりあえずほっときましょう。ほっておいて、はい、ちょっと挟んでみたいと思います。挟んでね、やっぱりかかり一本の石ね、基本的には何か攻めていきたいですから、まあコスミツケから攻めるかね、挟んで攻めるか難しいところでしたけども、まずね、広い上辺の方に先着と。まあなかなかね、外にも出てるし、この白ね、目がなくなるということもないかなと思っていきました。はい、あ、でこちらはね、仕方がないですね。はい、なるほど、そこをグイグイグイですか。まあこれ仕方がないですね。上の方に出ていきたいと思います。まあ黒の狙いはここを、まあ、ただ強い石からちょっと動いてる嫌いもあるんで、ここ強くするっていうのはね、この右下の白をね、攻めるよっていうことですね。あ、下辺ですね、ごめんなさい、下辺の白を攻めを狙うよと。ただまあ私としては外にも結構出ているし、なんとかならないかなと思っています。はい、で切りたいですね。これ切ると一回は切りたいですかね。ここの切りがねありますからね、一度は切っておきましょう。で今度ここ切るとね、こちらの石取られちゃいますから、黒まあこれは一回なんか受けるよりないのかなというところですね。はい、あ、あれ、ああ、そうか、ごめんなさい、これ私が、え、あ、そうか、ダメ開いてますからね、ごめんなさい、これ私勘違いしてましたね。はい、さあここで、ちょっと悩ましいですが伸びて、まあこれはね、次取りますから先手になるので、まあ何か効きますから。さあそれからですね、封鎖されると、そうは言っても生きてませんから、なんか外出ていくよりないですかね。どうなんでしょう、封鎖されると、まあ打てば生きですけどね、打たないとないのか、どうしよう、難しいですね。はい、まあ一番シンプルにちょっと外出ておきましょう。まあ、この2目もね、まだ弱いですから、何かこの2目を攻めながらちょっと上の方に入っていこうという感じですね。はい、でコスミツケですか。はい、ここはね、まあ、形的にはピンとね伸びてみたいところですね。で割りついで、まあ、切ってこられてもこちらの2目でなんとかなりそうなので、まあ、これはちょっと嫌なとこなんですが、まあ聞いておきましょう。はい、まあ、この2目はね、ちょっとここの黒さんを攻めるという意味でね、まあ取られてもね取り返せるんですけども、まあ種石じゃないかなということで打ってみました。で切ってきましたね、厳しいですね。なるほど、で跳ねられて曲げて出て、これなんでしょうね。まあ1回は仕方がないですか。1回は曲げてこう来てこう来て、1回は曲げるよりないですね。なるほど、そこで取られるとね、どうなんですかね。左下は、あ、ここのね石は取りましたが、隅からねかなり大きな地ができましたね。確かに。さあここ逃げる手を見て、何かこれぐらいでどうでしょう。まあ、次ね、逃げる手も見つつ、ちょっとね、自分の弱いこの挟んだ石もね結構まだ弱いので、ちょっと黒さんの幅を減らしつつね、打ってみました。そうですね、でまあ逃げてきてもすぐはね戦えるだろうということですね。なるほど、まあこれツケにはまずはね、まずは何はともあれね、ツケには跳ねようで跳ねてみたいと思います。はい、でまあ2段バネですね、これ2段バネで、生きてくる手は非常にねよく打たれてますね最近ね。はい、で私はここを打ちながらね、ここを読まなきゃいけないですね。これ逃げた時どうなるかっていうのはね非常に大事なとこですね。ないんですかね手。はい、ここはまあ当てましょう。ここに手がないとなると、このね手の位置が微妙だったのかなということになるんですが、そうか、ないか。はい、ちょっと難しいですが、そうでしたね。さあここの手がないとなると、まあただまだまだね勝負はこれからというところですね。5って結構ね、ちょっとぐらいの読み落としはもうね誰でもねありますからね。ただまだ勝負はね、
ずっと5手勝ち切るまで大変ですからね、諦めずにね、まだまだ諦めずって言ってもね、今悪いかどうかもちょっとわかんないんですけども、やっていきたいと思います。これはまあ隅取られると大きいですからね、下がって、この黒さんをね、攻めつつというところですね。まあ、あと右下のこれがね、うまいこと弱い石にできるかどうかっていうのはここからのポイントになってくると思います。これ一回は覗きましょうね。一回は覗いて、さあここのね、黒とここの右下のこのね、黒の一段がうまく絡み攻めにできれば非常に嬉しいんですが、どうなんでしょうね。これまあとりあえず飛んでおきましょう。まあそうやっても白もね、強いわけじゃありませんからね。あ、なるほど。まあそこで生きてくるのはもう仕方ないんですかね。下がって生きられる分には仕方ないような気がします。まあ跳ねればね一番素直ですが、ちょっと一回保留しましょう。ちょっとこちら側のね、黒にもプレッシャー、これ耳の急所と言われるね、一つの急所なんですけども、ちょっとプレッシャー与えてみましょう。さあこの黒さんを追いかけてるふりをしながらですね、何か手に右上もね手になればいいんですが、帽子は依然嫌ですね。あ、ちょっと一着入れちゃいましたね。これどうだったんですかね。んー、ちょっと素直すぎるような感じもしますね。しっかりと言って入れましたが、まあ、次跳ねてね、右上の目ないよってやろうとしてますね。はい、で先にそっち来ましたね。まあこれは仕方ないですね。こちらの目を取りに行きまして、まあそう、まだ逃げ道ありますからね。でもね、さあただ私としてはこれでなんとかね、2つの石を絡めたいなと思っているところではあります。はい、ちょっとね、まあ右下を攻めたり右上攻めたりというところですね。さあここはちょっと自分の目も心配しなきゃいけないので、一回この辺打ってみましょう。まあこれはもうね分かりやすいですね。次逃げるぞと、これ打っといて、まあ目はあるよとそっちは主張しまして、続いてこちらの石を攻めに行きたいと思います。まあやっぱつけられると簡単に目ができちゃいそうなんでね、しっかりとつけを打たれないようにしておきましょう。あ、で切りですか。ほうほうほう、これはちょっとね仕方ないですね。取りに行きましょう、こっちを。でまあこの辺の切りがねあるのでちょっと嫌なんですが、嫌なんですが、右下の黒さんは怖くないですかとちょっと言ってみましょう。まあ地的にはかなりね取られてしまいましたので、こっちで頑張るしかないですね。あ、どうなんでしょう、これはちょっとわからないですが、ちょっとここの右下の黒さんを攻めに行きたいと思います。まあ少なくともこの2目ぐらいがねもらえるような展開になれば、私としては嬉しいんですが、 なるほど伸びからですね丁寧に来られましたね。まあこれは仕方ないでしょうね。ピンとね打ちましょう。さあここの右下の黒がどのような生き形になるかというのが、ポイントになってきます。はい、でまあ出られたらこれは仕方がないですね。これはまあ止めるよりありません。この辺もまあ考えるあまりないですね。ただこれ飛びが嫌ですか。引く手もありますねこれは。まあでも抑えますか。まあ出てこないようにしておきましょう。はい、でこの辺りは、うっかりすると自分の目もねなくなってしまいますから仕方がないのかなというとこですかね。はい、これしっかり受けておきましょう。でピョンと逃げられちゃうとちょっと嫌ですかね。これもまあ逃げられないようにしておきましょう。ピョンとね打つとねこちら側の黒とねつながってしまいそうなので、ちょっと封鎖しておきまして、果たしてこれでね、この黒がどうなっているのかというところですね。どうなんですかね。これ非常に難しいんですが、結構黒も怖いとは思うんですが、これまあ次出てきた時に引いて、ここの目の具合があるんで、まあ、これを取っておけば自分の目もねしっかりと安全安心なのかなと思います。
まずはね、取りに行きすぎて自分がね、取られてしまうとね、仕方がありませんから、しっかりと生きておきましょう。さあ、これで、ここに黒が打てば、真ん中打てば一眼ですね、絶対ね。こういうの半眼。で、こう、コスんだ時には、これはピョンと飛んでも、まあ、白ばかりですからね、渡れてないんで、コスミで一眼ですが、こっちを目取ると、あと、この辺を先手でちょっと決めといた方がいいですね、そろそろね。つけぐらいが結構薄いですね、よく見たら。つけて、跳ねて、つないだら、つながなきゃいけないから、跳ねて、ちょっと薄いですね。さあ、ここはね、かなり黒さんも薄いんじゃないのかなというところですが、そうですね、まずはやっぱ外に出るぞという手できましたね。ここで、一度、つけぐらい打っときましょうか。まあ、右辺側がね、取れればいいよということで。はい、ちょっと一回つけてみましょう。ちょっとこの辺でね、真ん中辺で目を作る手もね、狙ってきてると思いますので、まずこの辺を打って、まあ、こっち外出てくなら右側もらうよというような感じですね。で、これで目ができるのかな？ちょっとわからないですね。で、ここで、まあ、一回跳ねてみましょう。これは、まあ、切ってくると一目取られますが、出が先手で欠け目にして、まあ、こちら封鎖しようとしてますね。さあ、ここで、こっち曲がられたらどうするんでしょう。はい、曲がりはありましたね。で、これはありましたが、グズミが効いて危ないですかね。なるほど。ちょっと危なかったかな。半眼。しっかりとここで、はい、これはちょっとね、外出られないように一回封鎖しておきましょう。さあ、これで、切られるとここ一眼、ここも一眼だから、先手でここに一眼できるかどうかというところですね。コスミには押さえておいても、ツケがあるから一応目はないと思います。あ、ツケまで来た。なるほど。ツケまで来られる手があると生きちゃう。ここまで来ると、まあ、これで引いてても大丈夫そうですね。で、引いて、あ、ダメか。あ、ちょっとわかんないですけどね。跳ね出してみましょう。で、これで、取っておいて、ここも半眼ですよね。半眼な気がします。まあ、これで一目取るよりないですね。はい。で、それからここでまず一眼、できましたので、あ、そうか。これでね、右と左が見合いで、目ができちゃいましたかね。そっかそっか。これで生きてますね。さあ、生きてはしまいましたが、まあ、これまず打っときましょう。さあ、これね、今ね、なんか取れそうな感じもしましたけどね、生きてしまうと、さあ、これ生きられるといよいよね、今度は地で頑張らなければいけませんが、どうでしょうか。まずはこの辺ね、G 大きいと思いますんで、ちょっと打っていきます。はい、あ、これは先手ですね。はい、これは仕方がないですね。当たり当たりでね、取られちゃいますから。はい、で、ここに止められまして、さあさあさあ、これでどうなんですかね。やっぱそこ簡単に切られちゃったんで、ちょっと足りないですか。まあ、これは聞いてもらえないですね。はい。さあ、これは取るぐらいですかね。一目大きいですね、これね、しっかり取っておくの。はい、取っておきましょう。さあ、どうなんですかね、これね、結構微妙なところではあるんですけども、さあ、結構苦しい戦いにはなってきました。左下ね、黒さんどれくらいなんだろう。あそこ大きいですね。はい、
さあこれで、打つところがねだいぶなくなってきましたが、この辺しっかりね打っておきましょう。10、24、20、24、32、42、50、60ちょっとですね。これねどうなんですかね、まあ、ちょっと繋いで頑張りましょう。左下が24、24、32、42、42、はい、あこれねちょっと抜かれると気持ち悪い形をしてますね。ちょっと、難しいところですけどね、繋いでおきましょう。で下は一応は大丈夫ですかね。さあで跳ねられて、あ放り込まれて、これは取るよりないですね。でまあ一応攻めは勝ってますが、まあ白としてもね、あ黒としてもこういうの打っといた方がね得ですね。後で手がいっぱい入りますからね。はい、でそこで駆けついて、さあこれでいよいよそんなに大きいところがないのかなという印象ですね。さあさあこれでスピンほとんど終わりになってきたらどうなんでしょうか。どうか緊張この辺は打っていくよりないのかなというところですが、まあこういうとこね形勢判断も大事なんですけど、早碁だと特にね数えてる暇があんまりないっていうのとね、数えてる暇があったら正しい手をね考えた方がいいというところもねあったりするんで、ちょっと悩ましいんですが、まあ当てておきましょう。このコスミは効きますかね。次出て押さえてなんかちょっとね覗き具合とかありますんで嫌ですからね。はい、でこれで当たりから押さえの、ここダメ詰まったらもう1手入りますね。1手入るぞというのを確認しまして、この押さえも効きますかね。はい、で効くところを打ちまして、あとはこの辺のダメが詰まってもないか、これ先手ですからね、とりあえず先手の1目打っておきましょうか。さあここでどうするかどうするか、ちょっと悩ましいですね。これ1回は切っておきましょう。一回は切っておきまして、ここで、まあ、ほとんどないんですが、こういうほとんどないときがね、逆に難しいですよね。さあ、これ一回覗いてね、この覗きは先手ですね。まあ、あとは、あでそちらで受けるんですね。なるほど、ここにね目を作る具合がありますね。確かにどうするんでしょうねこれ。ここの一眼をこれを決めてみましょう。これも次当たりから取れますからね、何か打たないといけないので、まあ地はできなそうですか。あなるほど、そうですね、それが先手ですね。でこれで、まあ繋いでおきましょう。ね、取られちゃうと、はい、これも仕方がないですね。さあどうでしょう、これでもうほとんど終わりになってきましたが、試合はどちらがいいんでしょうか。かなりね、細かいんじゃないのかなと思っているんですが、はい、もうこの辺はね一歩一歩ですね。まあ、ただ勝負はね最後終わってみるまで分かりませんからね。最後そうですね、そこの手入れは必須ですね。そうこうやってねまず自分の間違いないとこから打つのとても大事ですね。そう
うっかりあと来られたら打てばいいやっていうとね、結構ダメ詰まりでうっかりなんていうケースね、非常によくありますから、はい、先に打っちゃうのが大事ですね。はい、で私もなんとなくつながってね、置きましょう。ダメがいっぱいですね。この辺しっかり詰めておかないと正しく認識されないかもしれないんですが、大丈夫なんですかね。はい、終わりましたね。承諾、白 1.5 目勝ちということですね。はい、ということで白が 1.5 目勝ちということで、なんとか勝つことができました。七段戦初戦、非常に、あ、対局の挨拶ですね、ありがとうございました。非常にね、危なっかしい感じもありましたけども、いや、右下生きられた時は正直ね、これは危ないなと、まずいなと思いましたけども、なんとか、1目半勝つことができましたということでね、初戦ちょっとギリギリでしたけども、なんとか制しましたんでね、続けてやっぱりね、皆さんにね、頑張ってくださいっていうだけでもね、良くないと思うんで、私も一緒にね、勉強してね、8段、今度ね、今7段になりましたから、8段目指してね、頑張っていきたいと思います。それではね、一緒にこれからもよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。毎日いろんな動画上げておりますので、ぜひともご視聴、これからもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。